ランドを全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。街が多そうじゃな。大爆発の影響だ。近くの村はほぼ全滅した。今気にしても仕方ないさ。先に進もうぜ。水に満たされているせいか、心なしか神聖な空気を感じるな。気持ち悪いこと言うなよ。俺、頭痛くなってきた。わしもです。そうだな、ホバーで進もう。Thank you.
しゃ。なんだこれ。出口は向こう側のようですが、このままでは進めませんな。水位を上げれば渡れそうだな。怪しいレバー発見。倒してみるか。すげえ！水の高さが上がったぞ。他のレバーも倒せば先に進めそうだな。次は向こうに進んでみようぜ。ほった！
どん上がっていくぞ。次はあっちだな。よっしゃ。通路が続いてそうだが、水のせいで進めんな。通れるようになったぞ。ほっと。深そうだな。ホバーで進もう。
しThank you.
周りじゃん。ここは祭壇のようだな。見ろよこれ。何か丸いものが置かれていて。天使の壺とか。うえー、バッチリですな。ところで王子、天使というのは実在するのかね。そりゃ悪魔がいるんだから天使もいるだろう。そういうものか。無理だと思うぞ。めったに天界から降りてこないし。それは残念だ。じゃないか。ああ、左下の壺は何だろう。あいつらタチションしたら怒られるからな。そうか。ほった。やはり行き止まりのようだ。引き返すしかなさそうじゃな。穴に向かって水が流れ込んでるじゃん。ここを滑り降りるんじゃねえの。ご冗談を。ただの水路ですよ。でもさ、面白そうじゃない。わしは絶対に嫌。ひょえ、避けろ。ホバリングでかわせ。どうした青さん。先ほどの方向の主が気になってな。だったら呼び出してやればいいじゃん。え？おーい、出てこいよ。王子、やっ、
というとイカではないですか。イカでもタコでもどっちでもいい。早く倒すぞ王子。激しい攻撃ですな。油断するな。いいぞ、その調子だ。油断するな。どこだ、ここ。嗅ぎ慣れない匂いだ。空気がきれいすぎて、ちょっと気持ち悪くなってきた。おっさんとシーフは、しょうがない。探してやるか。
出てこいよ。悪魔相手に隠れても無駄だ。あ、悪魔って魔物のこと？おーおー、ゾロゾロ出てきやがった。本当に魔物だ。どうなってやがる。なんで魔物がフォレストランドに。え、ここフォレストランドなのか。すごいすごい、僕初めて見たよ。はしゃいでる場合じゃねえ、取り囲め。薄汚い魔物に俺たちの国を踏み荒らされてたまるか。またそういうのかよ。お前らもフォレストランド軍か。まあいいや、やろうってんなら相手になってやる。気をつけろ。魔物に触られたら呪われるぞ。エピのやつと同じこと言ってやがる。やっぱフォレストランド軍だな。しまった。もうダメだ。泣き言はやめろ。俺たちで国を守るんだ。こんな奴にフォレストランドを喧嘩させるものか。まだ言うか、この野郎。待つんだ、王子。おっさん、シーフ。ずいぶん暴れたようだな。へん、悪魔の王子を舐めるからだ。もっと懲らしめてやればよろしいのに。そこらで勘弁してやってくれ。誰だお前。それがしはランゴ。そこにいる者たちの流れ着いたシーフと私を助けてくれた。へえ。ベルゼブブ殿、若い者たちの比例申し訳なかった。ランゴさん、魔物なんぞに頭を下げるなんて。いい加減にせんか。客人に礼を書くのは。客人って、そんな危険なやつを。レジスタンス。まあ、そのあたりは道すがら話すことにしよう。この辺りはサンドランドとはまた違った険しさがあるな。俺たち魔物にとっては空気がきれいすぎるのも嫌な感じだ。まったくですな。頭が痛くなります。フォレストランドにも遺跡がありますな。見つけたら行ってみようかな。脇道の方がいろいろ落ちていますな。あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。人が通らない場所に落ちてるってのが不
思議だけどな。空から降ってきたんですかね。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。木の上に草の陰に、気をつける場所だらけだな。サンドランドと違って道が分かりやすいな。きちんと整備されているからな。分かりやすい分、待ち伏せの可能性も考えておいた方が良いでしょう。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。木の上に草の陰に、気をつける場所だらけだな。こっちは資源が豊富な割に、そんなに人間は多くなさそうじゃな。村や町を作るのに適した場所が多くはなかったのかもしれんな。その分人が住める場所には多くの人が集まっているのだろう。植物だけじゃなくて岩山も結構目立つな。そうだな、サンドランドとは別の意味で危険を伴う環境のようだ。その方が旅のしがいがあるからワクワクしていいじゃん。フォレストランドにも遺跡がありますが、見つけたら行ってみようかな。植物だけじゃなくて岩山も結構目立つな。そうだな、
サンドランドとは別の意味で危険を伴う環境のようだ。その方が旅のしがいがあるからワクワクしていいじゃん。フォレストランドの美しい景色には驚かされるばかりだ。そうか、綺麗すぎて気持ち悪いけどな。フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだ。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。海の向こうまで行ったら何があるんだ。分からんが、ホバーで海は渡れないぞ。途中で故障して海の藻くずだ。海はやめとこう。高低差のある場所での戦いはまず高所を抑えるのが定石だ。下から上に攻めるのは大変だが、上から下は攻めやすい。へえ、いいこと聞いた。試してみよっと。フォレストランドの軍は屈強な奴らじゃな。よほどの朝練を積んでいるのだろう。国王軍は一部を除いてぬるま湯にどっぷりだったからな。サンドランドの隣の国がこんな緑だらけって不思議だよな。まったくですな。遠く離れているわけでもないのに。気候が関係しているのだろう。特に雨が降る量の違いが大きいはずだ。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。
木の上に草の陰に気をつける場所だらけだな。前から気になっていたのだが、その服装では虫に刺されないか？刺されるけど、それがどうかした？いや、気にならないのであればそれでいいんだ。わしは虫除けスプレーを使っておるぞ。向こうまで行ったら何があるんだ？分からんが、ホバーで海は渡れないぞ。途中で故障して海のも…すまなかったな、ベルゼブブ殿。フォレストランドは魔物を恐れるもの。あ、おい。もういいよ、いつものことだ。うっしゃ。高く野生の生き物も強そうだ。これまで以上に苦労するというわけじゃな。ついてんだ。見つかると面倒だが、避けて進めん場所もあるだろう。そうなったら正面からぶっ飛ばす。お前ら、アンの仲間なんだろう。あいつ、さらわれちゃったぞ。ラオ殿とシーフ殿から話は聞いた。今ロゼッタの戦車隊に石膏を放ってお嬢の居場所を探らせておる。どこへ連れて行かれたか分かれば総力を挙げて取り返しに行くさ。辺りはサンドランドとはまた違った険しさがあるな。俺たち魔物にとっては空気がきれい。出過ぎるのも嫌な感じだ。まったくですが、頭が痛くなります。
ストランドにも遺跡がありますが、見つけたら行ってみようかな。ここも硬そうだけど、すごいのを撃てれば壊せそうだよな。意外と見つからないんだな。崖に囲まれていて目隠しが多い。守りにも強く理想。まあちっとは楽しかったぞ。ここってさ、ドカーンと吹き飛ばせば先に進めそうだよな。フォレストランドの美しい景色には驚かされるばかりだ。そうか、綺麗すぎて気持ち悪いけど。道の方がいろいろ落ちていますが、あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。いや、人が通らない場所に落ちてるってのが不思議だけどな。空から降ってきたんですかね。よっしゃ。あたりはサンドランドとはまた違った険しさがあるな。俺たち魔物にとっては空気がきれいすぎるのも嫌な感じだ。まったくですな。頭が痛くなります。
高低差のある場所が多いな。気をつけて進まないと。時にあなたは何者かね。ただ者ではないとお見受けするな。なんだ、側近でありながら敬愛する王の危機を救えず、甘えたい盛りの幼い王女を連れて逃げることしかできなかった。無力な老いぼれだ。フォレストランドの美し気になっていたのだが、クーデターなど思いつきではできまい。周到な計画が練られていたはずだが、兆候には気づかなかったのか。少しのすれ違いはあれど、ジャム国王を尊敬していたブレッドが。あそこまで強硬な手。ブレッドはクーデターを起こしてまで何を成し遂げようとしている。アンは国を大きくするためだと言っていたが、それは俺たちも聞かせてもらう。スイマーズ、手は貸さないって言ってなかったっけ。二度と会うことはないとカッコつけてもいましたな。うるさい。昔の仲間に頼まれたら断るんだろうが。なんだじいさん、こいつらのコソ泥仲間だったのか。気高い反乱軍の同志だ。ではあなたとはサンドランドで。そういうこと。かつての強敵が今は味方とは、なんとも頼もしい話だな。あくまで俺たちはランゴと組んだだけだからな。パパ、顔が赤いよ。余計なことを言うな。それ、あやつの目的はこの世界に残る空中要塞ガラムを復活。空中要塞。かつてピッチ人の母艦としてフラットランドに降り立った宇宙船を、戦争のために改造した世界最大級の空飛ぶ戦艦と言われており、その実態は不明だが、一説では世界の中心として栄華を極めたフラットランド、三日三晩で海に沈めたとてつもない兵器という。それってゼウの巨大戦艦よりすご比べ物にならんだろうな。何せこっちはアクアニウム5つだ。そんなものが復活したらどうなってしまうんじゃ。ブレッドが世界を意のままにする力を手に。冗談じゃないぞ。誰かの言いなりなんて真っ昼だ。そうだからこそ我々は。ランゴさん、話の途中ですまる。用ができてしまった。少し時間がかかりそうだから、その間に体を休めてはどうかな。そうさせてもらおう。泳ぎ同士で使っ。私たちはキャンプを見て回るか。できるだけ情報を集めておきたい。わかった。
ありがとうございました。
いいね。やあ。いいね。さあ。あ、さっきの魔物さん。さあ、人間の顔っていまいち覚えにくいんだよな。うん、魔物にとって人間の顔目もするようなことじゃなかろう。いやいや、知識は宝だよ。特になんでひ弱なのにレジスタンスなんてやってるんだ。そりゃジャム国王を慕ってる国王派だからさ。
ここにいるみんながそうだよ。好きだから命を懸けて救おうと？人間の考えることはよくわからんな。魔物は誰かのために命を懸けるのは理解できないと。その言い方はなんか違うぞ。わし、俺のためには？そうですな。シーフってそういうとこあるよな。